はい、皆さんこんにちは。今日はですね、トミー・エマニュエルの、かっこいい、かっこいい曲、フュールっていうね、曲をね、解説していきたいなと思います。で、この曲ですね、サロンの方でですね、リクエストがありまして、僕、有料でね、サロンやってるじゃないですか。ね、お金もらってやってるんで、著作権の、ことがあるんでね、手続きとかがあるんで、一応そのレッスンで僕が原曲を使ったりとか、オリジナルのね、楽譜を使ったりとかしなければ、まあそんなの勝手にやってくれていいよって言われることもほとんどなんですけど、まあ一応ね、連絡をして、メールをして、返答待ってたんですけど、なかなかね、返答が来ないので、今回はちょっと YouTube にアップしちゃおうかなと思います。なのでね、YouTube 仕様のいつもの感じですけどね、双方解説していきたいなと思います。で、このフュールって曲は、トミー・エマニュエルにしては珍しく、アップテンポな曲なんだけど、トラヴィス・ピッキングを用いてないって曲なんですよね。で、トラヴィス・ピッキングって何かっていうと、こういうね、こういう、なんか、ベースラインがこう、この弦を行ったり来たりするね。このパターンとラビスピッキングって言うんですけど、で、この曲に関しては8ビートでこう、ベースラインをパンピングし続けるみたいな。こういうね、こういう曲なんですよ。ベースラインを弾いてんのとこのゴーストノートですね、このパツンパツンっていうね。このテクニックがまだやったことない、わかんないという方はね、僕の別の動画見てみてください。で、これで詳しく語ってますのでね。なので今日はちょっとギター中級者以上向けのトミー・エマニュエルレッスンにはなりますけどもね。で、最初のリフなんですけど、この A のパワーコードで。ですね。簡単ですね。で、ベースラインは終始この。こんな感じです。で、これ注意してもらいたいんですけど、海外のYouTuber さんで、この曲のね、奏法解説やってる方も、ちらほらいらっしゃるんですけどね、皆さんちょっと間違ってる点が一つありまして、で、このベースラインをね、こうやって止めてるんですよ。わかります?このパツンってやった時に音を止めちゃってる?こうじゃなくて、ベースラインは止めずにパツンと鳴らすんで、同時に鳴らすんですよ。こうです。で、5弦をミュートしながら、パームミュートですね。で、こう8ビートで弾くじゃないですか。1、2、3、4、1、2、3、4、2と4に入れてきます。パツンっていう音をね。2、4、2、3、4って感じですね。だからこれが基本です。これの上に全てが成り立つと思ってください。はい。で、リフいきます。こんな感じです。で、ここはですね、ズンズンジャッズンジャンジャンジャーンですけど、ズンズンチャのところのこのズンズンチャのチャをですね、これは、本人もベースラインも含めて、この親指以外の指でジャッと弾いてます。なので、4、3、2弦。じゃあね、5、4、3弦を、こう、爪で叩き弾くみたいな。こんな感じですね。トミー・エマニュエルにしてはすごくなんか勢い重視のプレイをしているなって感じがします。なので、その時にボディに当たったりとか、なんかこう、2弦が鳴ったりとかね、きっちりきっちり正確に弾いてるっていうよりは、その繊細さを表に出すよりは、この勢いを重視にしたプレイになってます。なので結構振りかぶったりとか、多少のノイズは構わねえぜみたいなね、そういう弾き方になってますね。これ本当に珍しいんですよね、彼にしては。なので、こんな感じです。で、タイミングですよね。この親指だけでこうパツンってやるときと、このね、コード弾きでバンとやるときとの、この切り替えです。ここは爪でバッと弾いてるでしょ。
次のリフなんですけど、でここはこんな感じです。ここは爪でアタックして、ここも爪でアタックして、ここはつなびいて、ここのフレーズはあの下から結構書き上げてますね。本人もなんかこういうこれぐらい書き上げた後はもう一発ってやってますね。なのでちょっと難しいんですけど、1弦開放弦、2弦の3フレット、ここはね小指でも薬指でもいいんですけど、こう弾いたら2弦の1フレットと6弦の1フレット親指ですね、これを同時に弾くんです。で4弦を弾いて、またこのベースラインが移動していく感じですね。本人もなんかこうつまびいてピックでやったりしてますね。つまびく4弦かき上げ、つまびく4弦かき上げみたいなね。なのでここのね、ジャラはね、プロモーションビデオ見てても、彼のそのライブの演奏見てても、たまたまカメラが映ってなくて、どうやってジャってやってるかわかんないんですけど、僕はこう爪でね、やってます。音的にそうなんじゃないかなって感じで。で、もしかしたらね、こう、ピックで、こうやってやってるかもわかんないんですけど、その辺は、皆さんも頑張ってやってみてください。僕は、こうしました。なので、で、また、A のね、5弦開放のパンピングで、ここはつまびく、アタック、つまびく、かき上げる、叩くみたいな。でここ注意なんですけど、この時にこうやってジャンって鳴らすときはベースラインねもう含めてジャンって鳴らすんで、5弦から1弦までジャンって叩くんですよ。その時にこの 1,2,3 弦の5フレットねポジションを押さえてるんですけど、この4弦の開放を鳴らしたくないんですよね。で5弦の開放を鳴らすんですけど、4弦の開放この D の音なんでちょっとコードトーンじゃないので鳴らしたくないんですよね。なのでミュート軽くこの押さえてる、僕は薬指で一気に押さえちゃってるんですけど、まあ他の指使うにしても3本使うにしても、このちょっとね出てる指先で4弦のねミュートをしてください。で一気に5弦からこうやってやります。ここはジャッとやって、でメロディーなんですけど、ここパッとピタッと止めたらなんですけど、この音に行くときにはもうベースラインが始まります。なのでこの音に戻ってくるときにはまたジャッっていうねアタック音でやりますので、ここはですねアタックなんですけど、この音ね
アタックなんですけど、このベースラインとこのチャを鳴らしながら、ここを鳴らします。なので僕は1、2弦あたりをね、ヒットしてます。爪で。なので一緒に、こうやってやるんですよね。こんな感じです。わかりますか？で、これね、一気に弾いちゃってもいいんですけど、さっきみたいに、5弦から、1弦までね、全部爪でジャーって弾いちゃってもいいんですけど、その場合ね、この、ちゃんとこのコードをね、で、この場合 Am7 ですけど、この音をちゃんと、人差し指でちゃんとね、4弦から2弦までの5フレットも押さえて、鳴っても全部ノイズにならないように、ちゃんとしたハーモニーになるように、やっていくといいと思います。僕はこうやって弾いてますけど、次が G です。ここは単音リフでね、富山によりもここ、この音めっちゃ強調してて、で、ここは、こうだと思うんですけど、彼はこっちの方でやってる気がするんですね。こんな感じでね、やってると思うんですけど、こういう風にね、こっちでやってると思うんですよね。これでもいいんですけど、僕はなんかこう、耳コピした時に自然にこうなっちゃったんで、こういう風にやってます。で、こっから、このシェイプのまんま F に行くと結構、移動しやすかったんでね。これでもいいんですけどね。で、こっから F に行くとね。F のポジショニングに移動します。こうやっていくんですけど、親指でこう、6弦を押さえて、6弦4弦じゃみたいな。で、次が親指移動して6弦4弦3弦じゃみたいなね。で、移動してきますみたいな。こんな感じです。でまた戻るんですけど、この6弦の4フレット4弦解放で、またメロディーに戻る。ここはもうジャージャーってピックでね、結構かき鳴らしやすいので、ジャーで、でスライドして、これ Cm F メジャーですね。これやってるんですけど、これ何してるかっていうと、グリップ式やってるんですよ。なんですけど、よっぽどこのフィンガースタイルグリップ式に慣れてる人でない限りは、このね、普通にバレコードでやった方がね、全然楽なんですよ。 Cm のこの5弦は使わないんで、この薬指をね、4弦に持ってきて、6弦、4弦、高音弦みたいなね、この押さえ方です。ですね。で、普通に F メジャーをね、この5弦ベースの、5弦ルートの、こういう風にやればいいと思います。だから、薬指の位置変わらずに、こんな感じですね。これ一緒。ここも、こんな感じです。なんですけど、富山によりどうやってやってるかっていうとね、キチガイですよね、あの人ね。グリップ式でこうやって、6弦親指でやって、5弦もそのまま親指で押さえて、こう。わかります？こうやってやってるんですよ。親指でこの5弦のね、10フレット押さえて、こうやって F コード押さえてるんですよ。で、これ2フレットずつ移動するだけなんですけど、これ全部こういう風にやってるんですね。で、これがやりやすい人ってね、少ないと思うので、普通にバレーコードで、で、いいと思います。で、次がタイム変わるんですけど、1、2、3、1、2、3、1、2、3、1、2、3、4、
バッバみたいな。すごいトリッキーなんで、ちょっと難しいですよね。これも覚えるしかないんですけど、ここがね、一番この曲でトリッキーなタイム感かなとは思います。ちょっともう一回ゆっくりやってみます。数をちょっと注意してタイミング見てもらいたいんですけど、でも富山による結構こういうアルペジオってピックで弾くことが多いんですよね。これでもいいです。で本人はこうやってやってますんでね、近い方を弾きたい方はこうやって弾いてください。でこのジャッジャーもね、ライブで見たらね、E7th でやってた気がするんですよね。でもプロモーションビデオで見るとなんかいいな気がするんですよね。で戻ります。こういう風にね、もう一回繰り返して、もう一回同じね、全く同じの2回やるんですけど、その後に、静かなアルペジオの、パートに入ります。はい。ここまででも結構学べることいっぱいあるんじゃないかなと思いまして、トミー・エマニュエルの曲、今まで練習した曲いっぱいあるんですけど、こういう曲はね、初めてですね、彼にしても珍しいと思います。はい。で、トラビス・ピッキングね、こういうパターンがね、まだ分かんないっていう方もね、別のスタイルのソロギターの方も結構入りやすい曲なんじゃないかなと思いましてね、トミー・エマニュエルの魅力に触れてみてはいかがでしょうかという動画でした。めちゃめちゃ長くなっちゃったと思いますけど、たまにはね、こんなのもいいかなと思います。で、サロンの皆さんですね、ちょっとまだ著作権が連絡が取れなくてごめんなさい。とりあえずはこういう形になっちゃいましたけどね、まだ有料で公開はちょっとしかねてる部分なので、また今度、連絡が来たらね、ちゃんと取りたいなと思います。で、後半の部分もね、なんか重要ない気がするので、やるかわかんないですけど、サロンの方ではね、さらっとやりたいなと思います。はい、それでは。